はいはい、どうもこんばんは、コアと着ぐるみでございます。ということで、ただいまの、日にち時間は7月7日七夕ですねの深夜でございます。しかもですね、これ撮影しているのが多分ね言わな分からへんと思うんですけど、ただのただの公園です。しかもですね、缶チューハイ片手にということで、はい、皆様1週間お疲れ様でしたということで、はい、とりあえずはい、乾杯ということで、はい、改めましてですね、今回の動画は本日かな、もう日付で言うと昨日になってるかもしれませんが、7月7日からスタートしておりますセレクトボックス、こちらについてね、ちょっとお話できればと思ってるんですけども、まあ今回の目玉はね、多分キーダっていう人が多いと思うんですけども、まあぶっちゃけた話、引くべきかどうかっていうところと、まあコインを落とすべきかどうかっていうところをね、ちょっとお話できたらなと思うんですけども、正直ねキーダなんですけど、スキルマックスじゃないと、まあ普通の人というか、まあ僕も普通以下なんですけども、なかなかね使いこなせないっていうか、扱いがめっちゃ難しいんですね。はい、なのでスキル5がもうちょっとでスキルマックスになるよみたいなっていうような方やったら、まあ引く価値はありかなとは思うんです。ただそれ以外の方はちょっとね、手を出すの危険じゃないのかなっていうふうには正直思います。はい、でそれよか、まあ、今回全12種類のうち、常駐積むがタマトア、ウェイドで、エンバーと、ミラベル、トランプ兵やと思うんですけど、ぶっちゃけ常駐積むのタマトアとか、まあ、トランプ兵は、正直扱うも簡単やし、まあ割と稼げる積むではあるので、この中では初心者さんには結構おすすめなツムですね。ミラベルとかも消去量が多いので、割と、低スキルでも、コイン稼ぎね、活躍してくれるツムやと思うんです。ただ、まあ、全体を通してみると、ほんまに、持ってない方が、とりあえず母体確保っていう点ではいいかのかもしれないんですけども、それ以外の方は、今回はスルーでいいんじゃないのかなというふうには思います。はい、ぶっちゃけね。まあ、今月の新ツムのダッフィーがね、めちゃくちゃ優秀っていうのもありますので、まあね、もうすごいなんていうのを、いい線付き張りますわと思うけど、今回のセレブの内容も、いいとこ持ってくわとは思うけども、はい、まあね、ご自身の手持ちのツムだったりとか、プレイスキルを踏まえて、引くべきかどうか判断されていいのかなっていうふうには気がします。はい、私はキーダに関して言うと、ほんまに前にね、動画で開けさせていただいたこともあるんですけども、今スキル5なんですけども、ほぼほぼ使いこなせません。はい、ほんまに難しい。それよりかは、タマトワとか、それこそトランプ兵の方が、コイン稼ぎとしては稼げるのでね、はい、個人的にはおすすめなんですけれども、まあ言うて常駐積むなのでね、いつでもゲットできるっていうところを踏まえると、今回はね、とりあえずは一旦新積むねんじゃないのかなっていうような気はしますが、皆様はいかがでしょうか。はい、というわけでございまして、七夕の夜、皆様はいかがお過ごしでしょうか。はい、大切な人といろいろ方もそうですし、はい、そうじゃない方もやると思いますけれども、はい、願い事をね、短冊に書いて、はい、皆様の、願い事が叶いますようにということで、はい、今回のセレクトボックスについて引くべきかどうか、ちょっとお話ししてみたでございました。はい、最後までありがとうございました。はい、うちもこれを飲み終えたら缶チューハイ飲み終えたら帰りたいと思います。はい、それでは最後までありがとうございました。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございました。よろしければ応援のチャンネル登録、グッドボタンいただけるととてもとても嬉しいですし、はい、励みになりますし、はい、皆さんもとももっともっと仲良くなりたいなと思っております。すいません、ほろ酔いでそれでは今日誕生日の人おめでとう、コアと着ぐるみでした。おやすみなさい。